D ライブは日本の女性アイドルグループプラチナムプロダクション所属。レーベルはジョリー・ロジャー。2014年6月同部に改名した。2015年頃活動停止。ジョリー・ロジャーがプロデュースするアイドルプロジェクトセクシー・オールシスターズに属する。もともとは2009年に映画走りやゼロの主題歌制作のオーディションで。 応募総数1532名の中から林、弓田場と安志原さやかの2名が選ばれ6月に結成された。しかし、結成からわずか4ヶ月後に、大原が体調不良で脱退。代わりに12月30日、渋谷ボックスで行われたライブから黒沢美玲が加入した。2010年1月27日にシングル、スピードクイーンを発売。以後も、 林と黒沢の二人でライブを積極的に行い4年以上に渡り、活動を続けたが、2014年1月、林が兼任していた、プレディアの活動に専念するためセクシー、オールシスターズのライブをもって D ライブを卒業。2014年6月、馬越幸子と新海玲奈の加入を機に、ユニット名をドーブと改名。 6月8日に新宿ブレイズで行われたライブから3人組としての活動を始める。10月に東京、お台場で行われた東京ドリフトいお台場へ出演したりしたが、12月27日、所属事務所の地下1階にあるイベントスペースで行われたライブをもって黒沢が卒業。2015年2月、馬越と新海の両名ともゆるりラポニカ入。2016年6月、 新海がドーブと、ゆるりラポを卒業。8月には馬越が事務所との契約を終了した。2014年からドーに加入した、馬越サ幸子スピードクイーンスピードクイーンエスケープ、ギアスパークギアスパーク、ドライブアウェイ。ありがとうございます。